なあ、一体ここどこなんだ？私が知るかよ。目が覚めたらここにいたんだから。そうだよな。しかし一体何が始まるんだ？あ、なんか見えてきた。あ、ウサギちゃんじゃん。裏にダットと書いてあるが。次はなんだ？おお、白蛇だ。かわいいじゃないか。オロチと書いてあるが。これはなんだ？鳥か？これはヌエなのか？これはカエルだな。ここまでで何かつながりがあるのかな？ゾウさんだ。パオーン。あ、なんとなくここがどこかわかってきたぞ。領域展開、看護を上げて。キャー、騒がしいわー。ふん、やっと出てこれた。あ、ウプ主、そうか、お前も動物だから成仏されていたのか。いや、私は単に黒い渦に飲み込まれてた。そんなことより、伏黒恵のガチャが来たから早速回すぞ。あ、そのつながりで騒がしくなってるのね。了解だ。早速回してやろう。そして今回が2023年最後の動画となります。皆様、来年もよろしくお願いいたします。しかし騒がしいな。呪術廻戦ファントムパレード。血を侮辱する人の手伝いは僕にはできない。さあ、見ての通り怪獣はたくさん準備した。年末だから思う存分回すといい。お、めちゃくちゃ奮発したじゃん。これなら100連は回せるな。そんなに課金して大丈夫なのか？ああ、大丈夫だ。お前たちのお小遣いがなくなるだけだ。お小遣いがなくなる？お年玉ももらえない？お年玉はもともとあげてないよ。さあ、最初はお得な一連ガチャを回してみようかね。後ろの画面にノイズが走ってると SR 以上確定なんだっけ？ああ、そのようだ。単発ガチャでは貴重な演出だな。覚えた。残念ながらただの SR だったな。まあ本番はこれからだな。ここから100連のガチャが始まる。ちなみに動画を見ている皆さんはこのガチャやりましたか？初めての領域展開持ちキャラなので気になっている人も多いかと思います。おお、黒点が出たぞ。これで SSR は確定だな。あとはキャラを引っ張ってこれるか。うむ、見た感じ回想残地だったな。それなら今回実装されたやつが欲しいが。それか規格外だな。あの怪盗残滓は強すぎるので嫁ぎたい。少しでも多くの。まずは私。片隅の記憶、これで2突目かな。意外と使える残滓だから助かる。最初は出なかったが、次はどうかな。次は20連目になります。黒点は出なかったが、映像はノイズだ。まあ、10連は SR 以上確定だから、このノイズ演出にあまり意味はないけどな。なんかキャラはほとんどレアじゃなかった？ちょっと渋めの可能性高いか？こうしてもまずは私。こうしても引き玉でこう。こうしてもこうしてもいや、伏黒レアの数多すぎでしょ。確かに伏黒くんがメインのガチャだけど、この偏り方はしなくていいよ。続いて30連目になります。いやー、これはかなり渋めだねー。ツナマヨ、ツナマヨ。まだ30連目だしな。これからだもんな。そうそう、まだ70連もできるんだから、これから何かしら当たるって。ほら、怪盗残滓だけど SSR2 個出てきたぞ。これで新規怪盗残滓が当たるんじゃないか。そうそう、期待してみてみようぜ。おおおお、美少女たちの怪盗残滓だ。もういい、これでいい。大満足だぞー。ふう、なんとか機嫌が戻ったな。
お、そしてこの階層残滓も何気に初ゲットだな。今回の10連で、未所持残滓を2つもゲットできたな。結果オーライなんだと思うぜ。さあ気を取り直して50連目行ってみよう。ちなみに今回の領域展開フシグロは、今後は通常ガチャ3になるみたいだから、我々みたいに、100連とかやらなくていいと思います。もちろん、私はフシグロ恵み推しだ、という人は頑張ってみてもいいと思うぞ。なので我々は今回のガチャは本当に100連で撤退します。年明けは、もしかしたら乙骨ガチャをやるかもしれないから、そしたら動画化させていただきますね。おーおー、そして今回初実装の階層残滓だー。よかったな。あとは新フシグロ恵みをゲットできれば OK だ。あなたは、はい。私も。まずは私。奪える。うむ、50連目の出来はとても良い。だがあれだな。そろそろ SSR のキャラが出てきて欲しいもんだな。今のところ、SSR は階層残滓4枚だけだな。SSR は出ているものの、階層残滓への偏りが強いな。まあ、FGO のガチャと同じ仕様だと思えばこんなもんだよな。私は昔 FGO やってましたが、いつの間にかプレイしなくなりました。多分、レジェンズとドッカンバトルをやり始めたからだと思います。他にも途中でやらなくなったソシャゲもたくさんあるから、ファンファレも同じようにならないよう気をつけないとな。ああ、でもファンファレは大丈夫。めちゃくちゃ楽しんでるから。じゃあレジェンズは？おっと失礼。でもプレイヤーの中には同じ思いの方もいるはずだ。私はあまりにもモチベが下がったので、レジェンズパスも大会したし、今月は一切課金してないよ。それでもウルトラ身勝手兆しのガシャは120連ぐらいあったけど当たらなかった。完全に相性が悪くなってるわ。なのでファンファレに時間をかけているわけだね。このままの流れで聞いちまうが、2024年の目標とかは？ああ、2024年はとりあえずチャンネル登録者5000人を目指したいね。あ、ちょっと待ってね。この階層残滓も初ゲットですわ、ガッツ。確か、年末年始 SSR 確定ガチャにこの階層残滓とかさっき当てたのとかなかったっけ？ああ、確かにあったな。つまりこれは、そう、もう SSR 階層残滓確定はやらなくていいだろう。という結論に至る。SSR キャラ確定はやろうか迷ってます。まだ未所持もいるし、突を一体のもいるしな。はい、ここも何もないね。なので2024年の行動予定を伝えてください。そうだな。とりあえず主軸はファンファレだね。ただ1月末にはドッカンの9周年が始まるから、そっちも動画化していく予定です。レジェンズは気が向いたら動画化します。ということらしいです。そんなこんなで90連目になりましたよ。100連なんてあっという間だな。てか、ここまで SSR キャラが1体も出てないのやばいぞ。2023年はあまりガチャ運に恵まれなかったな。2024年よ。どうかよろしく頼むぜ。てか、今 SSR キャラいたぞ。え？マジ？マジマジ？ここで決めないと。まずは私らから一歩。俺も強くな。すぐに追い越すぞ。こっちじゃなーい。何かかな。まあ、やっと出てきた SSR がこれだとちょっと残念だよな。でもこの初期フシグロも何気に初ゲットだからいいのではないかな。そうだよね。気を取り直して最後の10連を見守ろうじゃないか。せっかく準備した怪獣だからな。切りよく100連で終わりにしようぜ。俺の術師。つの間よ。あなたは敗ぜ。はい、ガチャ100連終了でーす。2023年はお世話になりました。2024年もどうぞセバスチャンチャンネルをよろしくお願いいたします。それじゃあ、良いお年を。